日本東京都品川区旗の台旗の台は東京都品川区の地名。現行行政地名は旗の台1丁目から旗の台6丁目。郵便番号は142-0064。品川区の南西部に位置する。北部は小山、江原、西、中野部、目黒区専属にそれぞれ接する。東部は中野部に接する。南部は大田区北場込に接する。 南西部から西部は大田区上池台、南千族、北千族にそれぞれ接する。町域内を中原街道が通る。また町域内を東急池上線と東急大井町線の線路が通っており、町域内に旗の台駅が置かれる。中原街道沿いに高層建造物、駅周辺に商店街が伸びる田は住宅地として利用される。 また一丁目には、昭和大学及び昭和大学病院がある。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、旗の台5の9の16の地点で61.6万円、平方メートルとなっている。平安時代、源頼信が当時下佐国において発生していた、平忠常の乱を平定するために、 下宇佐に行く途中、当時に陣を張って八幡神を建てつって、戦勝を祈願し源氏の白旗を掲げたことに由来する。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急大井町線と東急池上線の旗の台駅がある。東部方面では、 隣の東急大井町線の江原町駅が南部方向では隣の東急池上線の長原駅も利用可能である。ありがとうございます。